ライバルの壁を崩せるか9月に入っても厳しい暑さが続く中早くもカーリングの2024から25年シーズンがスタート26年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ五輪を見据える上で重要な1年となる女子は五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレ LS に注目が集まるが他チームからも目が離せない 昨季の日本選手権を制した SC 軽井沢クラブのスキップ上野美優23がチームの現状や目標自身の夢などをインタビューで明かした写真妹の上野幸も SC 軽井沢クラブの所属だカーリングを始めたきっかけは上野小学4年生の頃に習い事で一緒にバレエをやっていた同級生で元チームメイトの両川萌選手ともう一人の子がカーリングをしていたので 同級生がカーリングをしているんだったら私もやってみようと思って体験に行ったのがきっかけ。面白くて沼にはまって毎日ずっとカーリングをしている状態になりました。笑い。今も楽しんでプレーをしている印象がある。上のもともとは緊張しやすい性格で3、4年くらい前にフォースとして最後に投げるようになった時はプレッシャーにやられていた。メンタルが弱いので 試合中や練習の時でも自分の調子が上がらなくて苦しい時はたくさんある。でも、試合は答えが出せる場所なので、ある意味ご褒美だと思っている。せっかくなので、その状態を楽しまないともったいない。自分が楽しんで明るくプレーしている方が調子も上がるし、チームの調子も乗じて上がるのであれば、それはすごくいいことだなと思っています。ちなみに趣味は、上の結構インドア派なので、 YouTube や Netflix を見たりとか、漫画を読むのがすごい好き。アニメから入って漫画を買うこともあるし、アニメはバレーボールを題材とした、配給。が好き。私は箱押しで全員好きなので誰か一人にはなかなか決められないけど、やっぱりカラスの中の日向翔陽や影山飛雄とか、そのあたりは本当に好きですね。昨季は日本選手権で初優勝を果たした。 上野作旗はチームとして日本選手権の優勝を目標に掲げていたので、達成することができて本当に良かった。国内に強い選手、強いライバルがたくさんいる中で、チーム全員、スタッフも含めて一丸となって、戦い切れたことがいい結果につながったのかな。反響はそこまで感じないけど、大会中に頑張ってください、応援していますという声をいただけたので、 応援しててくだださるる方がいるんだなと身近に感じられてよかったです世界選手権は3勝9敗で11位と悔しい結果に終わった上のセカンドの西室純子選手以外は初出場でなかなか慣れない部分やアリーナのアイスに対応できていなかったトップのチームは初戦で対応しきれていなくても徐々に上げていく力が高いなと身近で感じたし 経験の足りなさや自分たちの技術の足りなさも感じたツアーのランクを上げてグランドスラムなどの大きい大会に出るのも一つだがそれ以外に普段の練習でできることもしていきたいショットを動かしたり投げている間のコミュニケーションだったりそういった点はチームとして改善できるだろうと話しているので練習で取り組んでいるところです今期の日本選手権来年2月神奈川横浜 はアリーナ開催だ。上のアリーナでの試合は国内だとなかなか経験できない。昨季以上に激しい戦いになるとわかっているし、昨季の優勝チームなので、昨季とは違った思い、考え、環境、周りの応援のされ方も少しずつ変わってくると思う。その中で自分たちらしさをきちんと出せるように準備をしたいと思うし、プレッシャーをあまり感じることなく、 自分たちらしく楽しくプレイすることが自分たちの最大限のプレーを出せると昨季の日本選手権で分かったので、それができるように準備したいです。自分たちらしさとは、上の日本選手権のような大きい大会でプレーできることの楽しさなどを感じながらプレーをすること。あとは私たちは粘り強いチームなので、昨季の日本選手権前のカナダ遠征時のツアーの大会も、 基本的には周りのシートで試合が終わっていても、私たちはずっと試合をし続けて、最後まで粘って粘るチームだった。今期も粘り強くかつ楽しく、見ている皆さんもカーリング、楽しいよな、とか、見ていない方もカーリングってこんなに面白いの。と思っていただけるように、明るく楽しくプレーすることが自分たちらしさです。2026年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ五輪を見据える上で、 今季の戦いは重要になる。上の小さい頃から五輪に出場したいという思いがあった。五輪にかける思いはそれぞれ違うところもあると思うが、私の五輪にかける思いを大事にしつつ、ニラの五輪に向けて挑戦できる期間は今しかないので、今を大事にして頑張りたい。五輪を見るのが好きで、真剣に何かと向き合いながらプレーをしている選手や、 競技は違ってもメダルを獲得して感動している選手、取れなくて悔しくても次に向かっている選手を見るとかっこいいと思う。私もその舞台に立てたらなと思うし、五輪に出ないとわからない気持ちや経験できないものもあるので、五輪に行きたいです。今季はどんなシーズンにしたい上の昨季の世界選手権はなかなか自分たちの思うようなプレーができなかった。 日本選手権で2連覇してもう一度世界選手権に行って、自分たちらしいプレーをして、悔いのないようにもっともっといい形でプレーしたい。まずは PCCC、パンコンチネンタル選手権が10月末から11月頭にあるので、世界選手権で得た課題をどこまで克服できているのか、自分たちがどのくらいいいパフォーマンスができるのかを意識しつつ、リラックスしながらプレイしたいです。 インタビュー中西聡太、上野美優2001年3月12日生まれ、長野県出身、小学校の同級生の影響で4年時にカーリングを始め、ジュニア時代から国内外の大会で活躍。22年世界ジュニア選手権で日本勢初の世界一に輝いた。SC 軽井沢クラブではスキップとして活動。24年日本選手権ではチームを初優勝に導き、 自身も MVP に選出された。リード上野雪は妹。大学時代は日本女子大で日本文学科を専攻し、おとぎ造史の短編物語、雨宿りを卒業論文のテーマにした。162センチ。